ユリホールディングスプレゼンツしぶちや、さまざまな部活動で語り継がれてきた言葉、ブラウブリッツ秋田加賀健一選手が大切にしている言葉は、努力。さまざまなチームで経験を重ね、今季地元秋田に帰ってきた加賀。ストイックにサッカーと向き合う彼の背景には、いつも努力の文字があった。人の2倍3倍さらに上を目指すためには、もっともっとその努力しなければかなわないっていうのを、まあ、サッカー人生の中で学べたので、それは今でも大切にしています。強気なプレーを武器として存在感を光らせてきた加賀だが、挫折をした経験もあったという。最初から試合に出れてたわけじゃないので、すごく辛い思いもしたこともありました。プロに入ってもさらにもう上手い先輩たちがいたので、続ける難しさの中でやっぱりさらに努力していかなきゃいけないかなと思っています。次の目標を見据えた努力、そしてプロとしての自覚、その思いがサポーターに勇気と感動を届ける。自分が続けてきたサッカーの中で相手に勝ちたい、そういった思いが多分今の自分を支えてるんじゃないかなっていう。現状に満足せず常に高みを目指す。自分の中でその、ね、トップオブトップにいるわけではないので、もっともっと上っていうふうには考えてます。勝ち点1でもいいから積み上げて、その積み重ねが最後残留だったりとか昇格争いっていうのにつながればいいかなと思ってます。ブラウブリッツ秋田加賀健一選手が大切にしている言葉は、努力。チムチア。この番組はユリホールディングスがお届けしました。 I'm not